や小次郎、早散るを急ぐか。変わって毎週水曜夜8時、新大型時代劇宮本武蔵が登場します。小次郎敗れたり。頑張れ武蔵。武蔵役の役所広司さん、そして小次郎役の中広司さんです。どうもありがとうございます。なんか4月からの NHK のドラマはもう素敵な男性ばかり登場するんですね。そうですか。さあ、今その巌流島の決闘のシーン、これは武蔵の回想ということなんですが ね、 そうですね。どういうシーンからドラマ始まるんですか。原作通り関ヶ原の戦いに行くとこから、はい、最後が小次郎との巌流島の決闘で、うん、17歳から29歳までの青春時代を描きますけど、はい、同じようにその小次郎も青春を送っているわけですね。そうですね、ずっと小次郎も並行して描かれるわけですか。では第5話でね、はい、故郷の岩国で有名なの燕返しを編み出すシーンから登場ということですね。じゃあその時まだ長い長い刀は持ってないわけですか。5回の登場のシーンではあれはまだ持っていません。そうですか。さあ、その2人大変若い武蔵小次郎なんですが、役所さん、役所さんの武蔵はどういう武蔵になりますか。そうですね、うん、やっぱり基本的にやっぱり武蔵って本当に田舎者で、はい、非常に素朴な青年で、うん、もうちょっと拗ねてない、拗ねてない、なんか素直な、青春像として描いていきたいですね。それでやっぱり本当に一生懸命、その田舎の不良が一生懸命人間として素敵になるように頑張って一生懸命生きてる姿を演じられたらなと思ってますけども。こう無我夢中に若さで生きている、そして自分で切り開いていく武蔵という感じになるんですか。そうですね、諦めないで拗ねる時はないですか。拗ねる時はね。でもね、育ちとしてやっぱりお母さんがいなかったりとか、お父さんが非常にこう変わった人だとか、出発点が非常にこう意外と暗い状況なんですけども、でも基本的には明るくいきたいなと思ってますけど。遠い話は宮本武蔵の昔々の話なんですが、実際今の若者が演じるということは、中さん、小次郎も変わらないわけでしょ。そうですね、小次郎の方はなんていうか武蔵に比べて、割と自分の欲望に対して正直な男でしたね、はい、それを剣一つに託して生きていくんですけども、前世紀に武蔵に敗れて悲劇的な最後を遂げるっていうね、ちょっとかわいそうな役なんですけど、はい、欲望に対して正直というのは野心とか、女性に対しても、出世に対しても。女性といえば池上金さんの明美ですね、はい、それから小手川優子さんのお通も登場するわけですね、そういう意味でそのあれですね、新しい小次郎も描けそうですね。できたら、いいなと思っています。期待してます。頑張ってください。どうもありがとうございました。宮本武蔵は水曜日の夜8時からの放送です。ぜひ皆さんご覧ください。水曜の夜、大型時代劇宮本武蔵が登場します。武蔵と小次郎、巌流島に宿命の対決。宮本武蔵を演ずるのは役所広司さんです。二点一流の達人もその初めは竹蔵という村一番の悪ガキで、まずは17歳からお目にかかります。竹蔵、宮本武蔵波乱万丈の青春を痛快に描きます。水曜夜8時にご期待ください。